一番狭い時でもう全く体重をしないアプローチの時でも、スイング幅がこう地面より高くなってきたら私は一足分開ける、で肩幅より上げるになってきたら、まあ、多少2足分上げるっていう風に、やっぱ振り幅を上げる時に体の回転ある体重移動を使っていく時に多少なりとも足広げてないと振りづらさっていうのがあるので、その辺で調整してます。皆さんこんにちは、プロゴルファーの青山香織です。今日はアドレスの幅ですね、ワイドがいいのか、ナローがいいのか、広いがいいのか、狭いのがいいのかっていうところをやっていきたいと思います。広い狭い、それなりにデメリットもあればメリットもあると思うので、まあ、ドライバーが一番広いアドレスかなと思います。私の場合はドライバーで自分の肩幅よりもちょっと広いぐらいです。でも中にはドライバーでうーってこう、もう力いっぱいもう飛ばすぞってなった時このぐらい開いてる方っていらっしゃいますね。でこれは一見ですね、踏ん張りが効いて力も入って飛ぶ気がするんですね。けどこれっていうのは飛ばないです。アドレス広ければ広いほど飛ばないと思います。広ければ飛ぶ可能性がある方法としては、しっかりとこの幅を持って右から左にしっかりとこの幅分体重移動ができれば飛ぶかもしれないですけど、体重移動っていうのは皆さんトレーニング経験があったら分かるかと思うんですけど、まあ、サイドジャンプとかしてみてですね、こうちっちゃくサイドジャンプするんだったらこれは結構楽にできるんですけど、遠くにサイドジャンプしようと思ったらめちゃくちゃきついですよね。今やってみてますかね皆さん。そうなんです、この大きい幅サイドジャンプしようと思ったら結構な体力使うんですよ。じゃあ体重移動しなければいい、この踏ん張った状態でこの場でパシンって振ればいいって逆にじゃあ思われる方いらっしゃるかと思うんですけど、足広ければ広いほど今度は回転率が下がります。足を踏ん張っている分だけ体が回転しづらくなるんですね。これはアイススケートのフィギュア選手とか見てもらっても分かると思うんですけども、足を一番閉じた状態の時にみんなくる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 って回るじゃないですか。のようにやっぱりこう軸が一本になる方が回転っていうのはスピードも上がるし回転回数っていうのも上がっていくと思うんですけども、まあ、だからこうやって広ければ広いほど回転するスピードっていうのは遅くなる。なのでどうですか、ドライバーで足の幅が広いっていうのは今私が説明した中で言うともしかしたらデメリットしかないかもしれないです。私は試合がこう1日目2日目3日目とかなってくると疲れてくるんです。疲れてくるとこう足がこうなんかちょっとふらついてる気がして、こう踏ん張ろう踏ん張ろうとして広くなってくる傾向にあります。そうするとだん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 やっぱり余計にボールが飛ばなくなってきたりっていう、こうデメリットの方向にしかいかないのをずっと経験してきてるんでわかるんですけど、ドライバーで足を広くしてメリットはまあ、ほぼないって思ってもらった方がいいと思います。最大限で自分の肩幅よりもちょっと広めと思ってください。なので自分の肩幅よりも一足一足左右に足が出るぐらいっていうのが多分最大限でいいかなと思います。じゃあ次に狭くなんですけど、まあ、狭ければ狭いほどもうその場で回転はできるのでいいです。ただやっぱり多少の左右の体重移動っていうのが必要になってくるので、右踏ん張る左踏ん張るっていうのをやるためにはある程度の振り幅は必要なので、一番狭い時でもう全く体重をしないアプローチの時でも、スイング幅がこう地面より高くなってきたら私は一足分開ける、で肩幅より上げるになってきたら、まあ、多少2足分上げるっていう風に、やっぱ振り幅を上げる時に体の回転ある体重移動を使っていく時に多少なりとも足広げてないと振りづらさっていうのがあるので、その辺で調整してます。じゃあ逆に足をめちゃくちゃ広げて打つ時っていうのがないのかって言ったらあります。それはですね、傾斜がある時でフルスイングしない時、軸を絶対ぶらせちゃいけないっていう状況の時っていうのは足幅広くして踏ん張ってコンパクトスイングでパシッ、それ以外は程よい広さで広くなりすぎない方がいいです。なのでドライバーショットは広げれば飛ばすっていう考えはバツ。
かといって狭いと回転率は上がるけど体重移動使えない分若干のロスはありますけど、多分曲がらない方は狭い方が曲がらないと思います。私の岡本彩子プロ師匠は腰を痛めてかなりアドレスの幅を狭くして体への負担を軽減されたって言われてるぐらい、足の幅を狭くすることで体の負担っていうのは少なくなって体が効率よく回転できるというところではメリットしかないと思うので、足幅広い時はもう風が強い時、傾斜が強い時、コンパクトなスイングをする時、フルスイングする時にフルの幅はいらないです。まずめっちゃ足踏ん張ってちょっと力いっぱい頑張ってみたいと思います。まあ、こんな広い人いないか、まあ、このぐらいで踏ん張って打とうとする人はいますね。なんかね力は入るんですよ。でも飛んではいない。じゃあ今度は狭くします。狭く、まあね、これはこれでね打ちづらいけど多分曲がらない人、これはこれで曲がらない。振りやすさはいまいちなんですけど、私の適正の広さ、肩幅よりちょっと広め。スムーズですね。スイング見てもらったら分かると思う通り、私幅広くした時ってやっぱりスイングの幅が取れない、トップが取れない、コンパクトになっちゃいます。特にフォロースルーが取れづらいかな。私の中でフォロースルーっていうのはこうキックしてしっかりとこのスッて立ちたいんですよ。これがやっぱ遅れる分右に残りやすくなってしまうので、フォロースルー取れづらくて多分そこで加速が減ってしまうっていうところがありますね。なので皆さんも力入れたらうわってなりますけど、その辺はもうちょっとリラックスできる自分の体が一番ベストなアドレスの幅でやってみてください。ゴルファボでは上達に役立つメルマガを定期的にお届けしています。今登録者さん限定で新しくドライバーの飛距離アップに欠かせない12のチェックリストと練習ドリルが入った電子書籍をプレゼントしております。ドライバーを遠くに飛ばすために絶対に欠かせないチェックポイントが入っています。登録はもちろん無料です。 URL は概要欄、そしてコメント欄に記載しておきますので、ぜひそちらからダウンロードして飛距離アップに役立ててみてください。